はい、ということでハンター株でございます。私の今乗ってる、9ヶ月目、2万1000キロかな、走行距離。はい、J65 の、マットグレーでございます。では紹介していきたいと思います。で、今年もつけました、これです。ハンドグリップ、ハンド防風ですね。ハンドル用のダサいやつですね。色あせますね。大事、すごい年季を感じますね。はい、これはもう2年くらい使ってるかな。ディオ110乗ってた頃から使っております。ちょっとですね、やっぱなんか穴がどっかから穴が開いてて、ちょっとね風が通るようになっちゃいますね。まあ今年は持つとは思うけどね、けどこれ軽くていいんですよね。で、あとこれポケットが、あの腕がね、あのすごいすぐポッて入るんですよね。コナミじゃない、コミネのやつはですね、ここがちょっと狭くなってて、ちょっと引っかかるんですよね。はい。で、まあこっちの方がいいかなと思ってこっち買いました。はい。ただ、コミネの方が、はい、暴風力は高いと思います。高いだと思うし。はい、ということで、まあ続きまして、まあピークデザインのですね、いつも使ってるやつです。高い。めっちゃ高かったですけど、めちゃくちゃいいです。ピークデザインのケース。ですね、毎日バイク乗るのであればですね、これ買った方がいいと思います。なぜならですね、これあの、ここでも充電できるんですよ。あの、なんだっけ、QI だっけか。QI 充電もできるんで、はい。で、かつ薄いんですよね。スマホケース自体が。で、ここ、これあるじゃないですか、これ。ここに、これが、カチャって、これだけで。もう落ちません。めちゃくちゃ最強です。ただ高いです。はい。めっちゃ高いんで。まあ、時々乗る人には別につけなくてはいいかなとは思うんですけどね。はい。つきまして、マウントバーでございます。1200円ぐらいの。これも相当長い歴史がありますね。はい。ずっと使ってます。問題なく使っておりますね。もうガタもありませんしね。素晴らしい商品です。Amazon で1200円ぐらいくらいかな。はい、これラムマウントですね、買って失敗したなと思ったんですけど、今これここに GoPro つけております。今日のですね、あのマウント、あれかな、画角はここに GoPro つけて自撮り風に撮りました。はい。で、続きましてこれですね、 USB 充電です。これはいくらだった、5000円ぐらいだったかな。まあ、Amazon でね、Amazon とか YouTube とかも売ってあるんで、あの売ってあるっていうか、そのあのレビュー動画があるんで、ね、ぜひ探してみてください。ちょっと忘れちゃったな。どこ製なんだこれ。まあまあまあ、普通に Amazon とか YouTube で調べればね、出てくると思うんで。はい。ということで、あとこれですね、センターキャリア G クラフトでございます。これはね、つけてた方がいいと思います。ね、傷つきます。はい。ここ、確実に傷つきます。これ見えますかね、ここ。こういう傷とか、あのここでガードし、このセンターキャリアでガードしてくれてるんですけど、もしこれがなかったらもうこれ、あのしょっぱなやらかしたんですよ。これ足引っかかるんですよ、乗り降りするとき。で、私の場合ハンター株もうかなり乗り降りしてるんで、もしこれがなかったらもうこうズダボロになってたと思います。はい。センターキャリアは安くてもいいんで、私のちょっと高いやつなんですね。G クラフトの1万5000円とかするやつなんですけど、安くてもいいんで、つけた方がいいと思います。マジで。もうほんと確実にここ傷つけちゃってね。はい。で、続きましてですね。まあ、これはいいか。はい、これはあれか。700円とかそこら辺だったと思います。だいぶ、軽減されます。スニーカーとかですね。これスニーカーなんですけど、やっぱね、硬いんですね。直接だと。これかなり軽減されるし、グリップ力もあるんで良かったと思います。うわ、やば、ここめちゃくちゃやばくないですか？すり減りまくってますよ。ここを見てもらえるとわかると思うんですけど、全然違うんですよね。いやいや、どんだけの料理激しいんだか。えぐいな。あとですね、ここか、ここですね。俺もうね、これ自分で調整してやらかしました。一回、うわ、若干舐めちゃったんですよね。危ないですよね、ここ。あの調整するとき注意してください。はい。締めすぎも注意してください。で、絶対ラチェットでやっちゃダメ。絶対ラチェットでやっちゃダメ。ぜひとも気をつけていただきたい。
あとタイヤの減りですね。タイヤの減りはですね、フロント2万キロでこんな感じです。1回も交換しておりません。ちょっとタイヤもちょっとね割れてますけどね、一応新品は思うよけど、フロント全然元気っすよね。全然まだまだ水はありますわ。これがフロントですね。フロントの方でこっちがリアなんですよ。リアやばくないですか。ツルツルペンなんですよ。これ2本目です。やっぱねフロントの減りが異常に早いんですよ。マジでフロントの減りが非常に早い。いやー、ほんとだよ。1万5千くらいで交換したっけかな。タイヤの質が悪かったのかな。まあいいや、ちょっともう今シーズンではガチでラストですね。もうすぐ交換したいんですけど、ちょっと金がないんですよね。まあいいや、安全面に関わることなんで、すぐ交換したいとは思うんですけど、ちょっと金がないんで、おいおいということで。おいおいということでね。はい、ということで続きまして、サイドボックスです。クソダゲーサイドボックスでございます。これはですね、私はつかなくて、ぶりっくり穴を広げてつけました。はい、もう、これのちょっと悪口はね、長くなるんで、これ以上は。で、これ自体はすごいです。もうシュッとしてますよ。見てください。かなりシュッとしてるじゃないですか。俺、かなり出っ張ったやつ、サイドボックスが嫌だったんで、で、かつそのだらしない、ブランブランしてるような、もうがっつりついたやつが良かったんで、これにしました。で、もう、これはすごいいい商品だと思います。はい。使わなかったけど。はい、続きまして、ヘンリー・ビギンズ・マックですね。いやー、これ本当にね、本当に素晴らしい。で、ここで脱着可能って感じですね。はい。4箇所止めて。ね。いや、これ本当に素晴らしいわ。はい。ヘンリービギンズバック、ほんと、EG リングだったっけかな。この4箇所つけてる、バックルですね。バックル4箇所ついてるんですけど、それをつけるためのその EG リングっていうのがあるんですけど、それは素晴らしい。本当に素晴らしいです。はい。ぜひとも、もし、買うのであればね、ヘンリービギンズ、おすすめしたいと思います。ただですね、雨の日はクソです。マジでレインカバーはゴミですね。はい。ぶっ飛ぶんですよ、毎回。あーって。まあってなるんですよ。防水性能も少ないし、まあもう気をつけていただきたいということで。で最近ここに拡張したんですよ。拡張バッグつけたんですけど、これはよく使ってたデグナのバッグですね。セロでも使ってたやつですね。で、その衣服関係もね、すぐ雨降った時とか、もうすぐバッて。ね、こういう時ね、雨降ってきてね。もうこういう寒くなったなと思ったら、もうこの中に、あったかいやつをね、ぶち込んですぐ着替えられるようにしております。ということで、以上で私ではハンター株の紹介でした。ぶっちゃけあんまいじってないです。もうこれ以上ね、車体重量ね、重くしたくねえんだよ、マジで。マジで車体重量重くしたくない。これ以上重くしちゃっとね、サイドスタンドとかね、倒れちゃうんだよ。正直ですね、暴風とかもつけないなと思うんですね。暴風とか。いや、暴風ぐらいつけっかな。暴風、まあ風防か、風防つけんのもありだし、ここですね、本来であればここにつける予定だったので、足ガードみたいなもうつけてえな。まあ言っても金がないんで、はい、もう YouTuber で成功したら買いますわ。はい、ということで、ちょっとごめんなさい、はい、話が長くなっちゃうんで、ここで切りたいと思います。ということで、現在は15時54分です。ということで、お疲れ様でした。ハンター株 CD125、9ヶ月目、2万1000キロレビュー動画でした。うわっ。